エースコミックチャンネル。阿久津さんが友達とプールに行った。一人本当に静かだな。俺どんだけ阿久津さんと一緒にいるんだ。LINE どう？阿久津さん、心臓がうるさくなった。水着の写真どういうことだ？何どうって、プールでテンションでも上がってるのか、それとも送る相手ミスってるのか。とにかく保存して。よし、楽しそうですね。どうかって聞いてんの。エロ！生で見た時もやばかったけど、写真で見るのもエロさの種類が違ってやばい。でもどうしよう、ちゃんと感想言った方がいいのか。ぶっちゃけこれ完全にからかわれてるだけだよな。また来た。でもどうって、可愛いです。あー、送っちゃった。絶対スクショされてバカにされる。嬉しい、早く大山に会いたいよ。大山の大好きなおっぱいでいっぱい気持ちいいことしてあげる。おおりおり、え、マジか、やっぱ。マジか、さすがに悪ふざけにも程が。何これ、エロすぎるでしょ。うん、あー、ほら、どうだ、私のおっぱいはよ。でも、早く会いたいとか気持ちいいことしてあげるとか、ネタだと分かってるけど普通に嬉しいというか。それにしてもこの動画は。おい、保存してねえだろうな。もう着くから鍵開けろ。え、なんだ。うわ、開けます、開けます。あ、阿久津さん、どうしたんですか。私が電車で寝てる間に美咲が勝手にお前にメッセしたんだよ。あの動画はネタで撮っただけだから。あと、可愛いですって、なんだこれ。え、あ、データを保存したことは隠し通した。阿久津さん、新刊の発売日2日後らしいですよ。阿久津さんの好きな漫画。マジか。あ、ん？2日後バーベキュー誘われてんだよな。そうなんですか。友達とですか。バーベキュー大好きな日焼けして真っ黒な大学生の先輩らしい。え？日焼け真っ黒大学生。美咲からメッセ来てよ。ウェイ？ウェイ！リコちゃん可愛いじゃん。彼氏いんの？おっぱい何カップ？言ってほしくない。最悪のイメージをしてイライラする大山くん。んだよ、めっちゃ機嫌悪くない？珍しい。いや、いいですね、バーベキュー。あ、おいおい、もしかして私が男の先輩と遊びに行くからイラついてんの？そんなことないですけど。絶対そうじゃん。じゃあどうして機嫌悪くなったんだよ。機嫌悪くなってないです。っていうか勘違いすんなよ、私は行く気ねえよ。こんなチャレえやつらと肉とか食いたくねえし。あ、そうなんですか。はあ、ほら、やっぱホッとしてんじゃん。私がそういうとこ行くの嫌だったの？ねえ、なんでなんで。なんでって。嬉しい、阿久津さん。それは、なんで言ってほしくないか教えてくれないなら言っちゃうけど。え、あ、言えない。他の男と遊ぶのがなん
んか嫌だって。もういいや、行くって連絡しよう。あ、トイレ行くわ。待って。え、お願いします、お願いします、行かないでください。阿久津さん、行かないでほしいです。ダメ、ちゃんと理由言わないから。言わないと行くぞ。こいつちょっと可愛いな。もっと意地悪したくなった。阿久津さん、チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントも待ってっから。